はい、ではウェブ朝倉学校、本日は2020年3月13日、ウェブ朝倉学校第10回になります。で、ちょっと実は今日昼間議会がありまして、船橋の休業中の状況について報告があって、その中で議論したこと、明日詳しくお話しますけど、一つだけお伝えしたいと思います。実は、子どもたちは今休業して、公園とかに遊びに行きますよね。その時に公園で子どもが遊んでることに対して、全ての人じゃないんですけど、通報があったりすると。で、そうすると子どもが公園で遊んでいていいのかという通報があって、それに対して過剰反応して、それを自粛させる動きが実はありました。でもそれやっぱり正しくないと。子どもが密集している場所に行くのはともかく、自分の周りの家の公園で友達同士で遊ぶのは、文部科学省なんかも、ダメだと全然言ってないんですね。だから休業期間中は散歩に行ったり公園で遊んだり、して、むしろ体を動かしてください。それはお伝えしていきたいと思います。明日詳しいことはお話しします。それでは、後半編で人の、染色体についてで、ちょっと3つキーワードがあるんですけど、ゲノム、乃木坂、AKB ということで、もう3つキーワードいきますね。それでは、これ後で説明しますけど、まず先ほど前半編でも言ったんですが、人の遺伝子を載せてる DNA という、二重らせんの紐があります。ここにさまざまな人の体の、今日はこれから人バージョンでいきます。で、人で当てはまってる原理は基本的に他の動物とかでも多く当てはまっていると考えてください。人の体のさまざまな設計図の遺伝子が載っている DNA がヒストンという玉に巻きついて、そして何重にもうまく折りたたまれて、この染色体という紐に収納されていると。で、これが核という細胞の中の入れ物に収納されているというのが、この核の状態です。さて、この染色体の本数が生物によってさまざまあるんですが、例えば症状媒は8本なんですね。症状媒と肺は8本で、人は何本でしょうか。人の染色体の本数は何本かというと、実はこれなんですね。乃木坂と同じで、46本です。で、ちなみに AKB は48ですね。これチンパンジーです。チンパンジーは、チンパンジーと人は比較的、染色体の構造が似ていて、遺伝子も似てるんですけど、もともとチンパンジーで2つに分離してた染色体が合体した、1組ずつ合体したので、人では46本になっているということで、人染色体は46本、チンパンジーは AKB で48本というふうに、押さえてください。さて、それで先ほども話したんですけど、もうちょっと詳しくお話ししますと、お母さんの染色体は46本あると。で、お父さんも46本あると。でも、その46本バラバラに持ってるわけじゃないですね。で、お母さんも母方の、子供からすると母方のおばあちゃんとおじいちゃんがの、卵と精子が受精して、お母さんの受精卵になって生まれてきた。お父さんも父方の、お母さんとおばあちゃんと、父方のおじいちゃんの受精によって生まれてきた。で、その時の精子卵は23本ずつだったんですね。で、実は人の精子とか人の卵の中には、人の体の作りに関するワンセットの情報が揃ってます。そのことをよく聞く言葉だと思うんですけど、ゲノムと言ってます。その生物の特徴を示すワンセットのことをゲノムと言ってます。で、ということは、私たちの体ってゲノムの2倍持ってるんですね。お父さんから1ゲノム分、お母さんから1ゲノム分もらって、そしてできてるんです。これ私たちの子供の世代で言いますと、お母さんが2セット持っていたものを原数分裂で1セットゲノムに直して、ゲノムを選んでくると、ゲノム分を選んでくる。お父さんも2セット持ってたのを1セット分選んでくる。それが合体したので、また2セット2ゲノム分になるということですね。これが原数分裂と受精の原理です。それでは、
こっからの話は、まあ、ちょっと難しい話で高校でやる話ですので、これからの話は 100% 理解しなくてもイメージだけ持っていただければ結構です。で、この分裂の仕方確認しておきますよ。こう数を減らす、精子卵を作るときに数を減らす分裂の仕方、減数分裂と受精後細胞の数を増やしていくときの、46本をそのままコピーする体細胞分裂というのがあります。で体細胞分裂はとにかく46本の、染色体の数2セットずつコピーして細胞の数を増やしていくんですね。それで、じゃあ細胞によって、まあ、神経細胞になったり筋肉細胞になったり皮膚の細胞になったりする差が生まれるのは なぜかというと、持ってる情報は全部どの細胞も一緒なんですね。よくクローンって話聞きませんですか。まあ、よく SF 小説とかで手塚治虫さんなんかもこういう話よく書いてますけど、人の細胞の一部を取り出してきてうまく培養すると全く同じ姿の人が登場するというのはクローン、まあ、そんなに実は簡単でもないんですけど、一応理論的にはそういう可能性があります。でなぜかというと人の手の細胞1個とか筋肉の細胞1個の中にも全て受精卵と全く同じが遺伝子が入ってるんですね。ワンセッきちんと、まあ、2セット分入ってます。でそうするとじゃあなぜ神経になったり筋肉になったりするかというと、分化という現象がありまして、持ってるんだけど使ってる遺伝子と眠らせてる遺伝子が違うからです。でこれはちょっと例えて言うと、図書館というのは全ジャンルの本が揃ってますね。例えば船橋の中央図書館に行くと、でそうそう全ジャンルの本が揃っていて全分野の本を読めるはずなんですけど、ある人は文学が好きで文学の棚ばっかりにいて読んでる、その人は文学好きになるわけですね。である人は生物の棚が好きで生物の棚ばっかりいて読んでると、この人は生物好きになるわけです。でそうするとその2人の人は、図書館の情報としては全く同じものを共有してるはずなんだけど、興味の関心によって読んでる本が違って興味実際の知識が全然違ってくる。それと同じの全部持ってるんだけど使ってるものと眠らせてるものが違うってことです。でちなみに iPS 細胞とかいうのはこの再生医療に使うのはここの、一旦分化した細胞、特定の役割になった細胞の眠らせてる遺伝子をうまく起こして全遺伝子を発現させて、まあ、多様な臓器を作るという仕組みです。それではここからがその体細胞分裂の仕組みと原数分裂の仕組みなんですが、この染色体という紐が核の中に入ってます。でその核の中に入ってる紐を体細胞分裂の時にはとりあえず全部コピーするんですね。コピーします。まあ、例えばこの紐があって、それをこれをもう一本これと同じものをコピーして、このコピーしたものを束ねておくんですね。でこれがこういう状態です。でこういう状態でそれを真ん中で並べる。で真ん中で並べて上下で振り分けていく。そうすると上の細胞も下の細胞も全く同じ情報を持つ形になります。これがコピーを分裂していく体細胞分裂です。で一方、生殖細胞を作るときにはそのセットを半減させなきゃいけませんので、どうするかというと、実はこれ紐のちょっと大きさを見てほしいんですが、ここですけど、そのこれ黒と赤同じ長さですね。でこれ実はもともと黒の方がこの生物のもともとのお父さん由来で、赤の方がお母さん由来を意味してます。でお父さんとお母さん由来の染色体があるんですけど、その染色体は形も大きさもそっくりなんですね。実際こう色がついてるわけじゃないですけど、形も大きさもそっくりなやつがあります。でそれをこの体性分裂の時にはそれはあんまり気にせずに、とにかくそれぞれをコピーして2つに割っていくんですが、原数分裂の時にはお父さん由来とお母さん由来の似た染色体をくっつけます。くっつけた上で、上下でこう束にして上下で割っていくんですね、という形です。でちょっと例えて言うと、これまあ高校生が世界史日本史生物科学ダンス武道という6科目の教科書を持っていたとします。でその
高校生が持っていって、その6科目の教科書を学んでる。で、転校生が来て、まあ、本当は教科書を与えなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっと緊急事態で教科書がなかったと。そうすると、とりあえずコピーして、その元の人と転校生に渡しなさいという原理で、全部世界史もコピーし、日本史もコピーし、生物もコピーし、科学もコピーし、ダンスの教科書もコピーし、武道の教科書もコピーする。で、そうすると、私もその転校生も全く同じ6科目の情報を持つ形になりますね。これは、受精卵がコピーして数を増やしていく原理です。原数分裂の方はどうかというと、今の例で言うと、世界史、日本史という、似た科目、まあ、これはもともと、この生物のお父さんとお母さんから、由来もらった似た染色体のことを示しますけど、似た科目をくっつける。で、武道とダンスという体育系の似た科目をくっつける。で、生物と科学という、理科系の似た科目をくっつけて、どっちかを選ぶんです。で、そうすると上の細胞が世界史武道生物選択の教科書になる。で、下の細胞が日本史ダンス科学の選択になると。で、そうすると6種類であった染色体の本種類数が3種類になっていくんですね。これが、まあ、あと細かい話があるんですが、ちょっとその細かい話にこだわるとよく分かんなくなると思いますので、初めての人はコピーをそのまま、して2つに分けていく、教科書を丁寧に全部コピーして2つに分けていくのが体裁分です。で、科目選択のように似たもの同士をくっつけて選んで、上下で選んで、その結果数を減らしていくのが原数分裂です。で、この仕組みで実は生殖細胞を作ってるということですね。それでは生殖細胞、遺伝的多様性、多様性ダイバーシティというのは、まあ、最近よく聞く言葉ですね。性の多様性、 LGBT の、人の権、まあ、権利とか、私たち自身も性の多様性を持ってるという話なんだかで、多様性という言葉、尊重されますけど、これはもともと生物の遺伝子における多様性という言葉が生物にありまして、ジェネティックダイバーシティと、遺伝的多様性と言ってます。で、この遺伝的多様性はどうやって作るかという仕組みなんですけど、生殖細胞を作るとき、例えば、同じ両親から生まれた兄弟同士でも結構性格、まあ、いろんなところが違いますね。同じ両親ですから全く同じ遺伝子を持っているはずです。ところが子供の、兄弟の性質が違ってくるのはなぜかというと、そのお父さんお母さんが精子卵を作るときに染色体の半分の選び方が いろいろ異なるんですね。で、これ、さっきの例えで言うと、世界史日本史の教科書、生物科学の教科書を、社会系の似た教科書、理科系の似た教科書をくっつけるというのが一緒なんですけど、これが上下でどう並ぶかはいろいろあるんです。そうすると、このわずか、2セットに限っても、世界史と日本史でどっちを選ぶか、生物科学でどっちを選ぶかということで、世界史生物、世界史科学、日本史生物、日本史科学の4科目の選択ができます。で、そうすると人においてはどういうことになるかというと、人は46本染色体を持ってます。46本ということは23組あるんですね。23組。そうすると1組目について2種類、で、2組目についてもお父さん由来かお母さん由来の、生殖細、染色体をどっちに持って、精子や卵に持ってくるかで2種類で、3組目についても2種類で、点点点点と23組まで2種類、父由来母由来、父由来母由来、母由来の組み合わせが、23回かけられますので、精子、同じ父親から作る精子でも2の23乗通りの組み合わせがあるんですね。で、同じ母親から作る卵でも同様に2の23乗通り作ります。で、この同じ両親から生まれる、子供の染色体、これは、まあ、さらに遡って言うと、この子を中心に考えると、この お父さんの精子はもともとこの父方のおじいちゃんおばあちゃん、お母さんの卵は、まあ、卵を作る時のお母さんの体はもともと母方のおじいちゃんおばあちゃんがありますので、
まあ、4つの祖父祖母に4人の祖父祖母に由来するんですけど、 そのどっちの染色体を選んでくるかで、それぞれ2の23乗通りの組み合わせがあります。でそれが受精して子供が生まれますので2の46乗通りの組み合わせになるんですね。でそうするとこれが約60兆個です。まあ大体60兆個の組み合わせで、60兆個というのが偶然なんですが、あの人の、細胞の数に一致してまして、一組の夫婦が作る染色体の、おじいちゃん、父方母方のおじいちゃんおばあちゃん由来の可能性はなんと2の46乗通りぐらいになるということで、これだけでも、人の多様性が生まれるということがわかるんではないかと思います。はい、まあここにもあるんですけど、ここが今日多様性が分かっていただければ、さらにね多様性もう一つ仕組みがあって、なんと父由来という母由来の染色体が、こう原数分裂の時にちょっと抱き合ってそれぞれが混じり合う現象があるんですね。これ乗り換えていってるんですけど、でこのことまで含めるとさらにこれ以上の多様性が生まれるということです。で一組の、父親母親から生まれる兄弟ですらこれだけの多様性がありますので、さらに人類集団全体では非常に多様性があるというふうに、だから多様性というのは今文化についての多様性が、尊重、まあ、強調されてますけど、もともと生物学的に非常に人間は多様な存在だということをぜひ感じていただければと思います。まあそうは言っても父由来と母由来の染色体から由来しますので、まあ、兄弟では似てることも多いんですけど違う点が多いのはこの原理です。はい、ということで、はい、本日の後半編は染色体、まあ、遺伝子と染色体の、原数分裂の多様性の仕組みについてお話ししました。で明日は、ちょっと臨時編で、船橋市議会の、動きについて、まあ、これは8時から明日土曜日ですけど、お話をしまして、また月曜日は、今度また数学に戻って、16日ですかの20時から発信しますので、まあ、本日は実は手伝ってくれる人がいまして、まあ、こういう映していただける形になったので、まあ時々はこういう形に戻りますので、またよろしくお願いします。またご清聴ありがとうございました。